お願いします。そうですね、あの昨日まであのノーハンマーで行ってたので、ちょっと安心感がなかったんですけど、今日はちょっとあの自分の形にして、あのいろんな面で安心感が出てきたので、はい、ふな足も悪くないですし、操縦性も良くなってきたんで、はい、やっぱり調整できる。昨日までは調整ができなかったので、まあ、なんか言い方悪いんですけど、あの運任せっていうか気温任せというか、うん、どうしてもそういう感じになっていたので、はい、あの調整をちゃんとしっかりしてレース行けるっていうところはやっぱりその面では安心感があります。はい、そうですね、あの全体的に少しずついい、まあ、乗り心地はちょっとあれなんですけど、あの全体的にちょっとずついいみたいな、はい、そうですね、しっかり回転だけ合わせて、はい、船足は問題ないと思うんで、はい、そうですね、昨日今日とちょっと向かい風があの強めなので、その分ちょっと届いてない感じですね、はい、いや、嫌いじゃないと思います。あの初輸出したのもガマゴーリですし、はい、あのどっちかというとあの好きな方です、はい、休日の過ごされ方って、はい、どういう形で過ごされますか？そうですね、だいたい中野人とゴルフに行って、その後反省会と称して、ご飯とお酒を楽しんでます。最近行かれたって言って、いつ頃行かれたんですか？いやもうあのレース終わったら、メンバーが揃うと言ってます。ここ来る前も岡山の選手とか徳島の選手と一緒にゴルフ行ってました。はい、名前を一人挙げるとしたらどういう方がよく行ってますか？いるんですけど、まあ、林義則選手とか佐々木和信選手、はい、とはよくゴルフは行きます、はい、どの方が一番お酒強いとかってありますか？結構みんな飲む方だとは思います、はい、弱くはないと思います、はい、大体どれくらいなんかいっちゃうもんですか？ビールから始まって、まあ、時間で言うと夕方5時ぐらいから始まって、はい、ひどい時には朝3時4時までっていうのがあります。じゃそれちょっとこうストレス発散じゃないですけど。そうですね、それで、まあ、いろんな仕事の話もそうですし、まあ、プライベートの話もそうですし、みんなでコミュニケーションを取って、はい、やってます。はい、ファンの方に向けて一言メッセージよろしくお願いいたします。はい、なるべく船券に絡めるように頑張って走るんで応援よろしくお願いします。